妖怪カルタ、ルスの間に出る化け物に描かれる青坊主青坊主は、日本の妖怪である。日本各地の伝承にその名が確認されているが、様相はそれぞれ異なる。鳥山石煙の画集、ガト百鬼夜行にその名で描かれている絵画が存在する。伝承上の青坊主は、地域や伝承によって諸説があり一定した、固定イメージがあったわけではなく、何か大きな人影のようなもの。 大きな坊主姿のものとして表されていることが多い。和歌山県日高郡南べ町では青くて、大きい青坊主が出たといい、福島県大沼郡金山町では、イタチの化けた青坊主、岐阜県や広島県では、タヌキの化けた青坊主が現れたと言われる。静岡県灰原郡でも詳細は不明だが、青坊主の話がある。昭和以降、各地の都市伝説としての青坊主の名が語られている。 鳥山石燕、ガト百鬼夜行より、青坊主石燕による絵では、草案のそばに立つ一つ目の奉仕の姿として描かれているが、ガト百鬼夜行中に解説文が一切ないため、どのような妖怪を描いたのか詳細は不明だが、沢木孝氏の百回図鑑など、石炎以前に描かれた江戸時代の絵画には、目一つを原案として描かれたとされる。青は未熟の絵に通じるため、 石炎は修行の足りない坊主を妖怪として描いたのではないかとの説がある。ありがとうございます。